皆さん、こんにちは。レクス委任講師の佐々木読です。えー、筆記試験の合格、おめでとうございます。 で、えー、使用者試験合格された後ですね、よく聞かれるのが、就職どうすればいいのかというご相談なんですけれども、えー、で、今回はですね、その就職の一つのおね、あのー、そうですね、事務所選びといたしまして、えー、あの、レックのプロキャリアというところのご紹介です。で、えー、このプロキャリア、あね資格者向けの人材紹介というところなんですが、あの、私のクラスの受講生さんもかなり多くの方がですね、このプロキャリアを使って事務所に就職を決めたという方多いんですが、で、あのー、まあ、あ使用者主のおね、事務所、えー 選びというのはどういって就職をするのかいろんなやり方があるんですがこういった人材紹介会社、まあ、いわゆるエージェントというものを使うというところなんですがで他にもですね仕事司法書士会の求人だとかいくつかあるにはあるんですがでそういった場合ですねあの自分からエントリーしてでそしてあの自分であのそうですねアポイントメントを取って面接に行ってたとかあという形を取るんですがなかなかあのそうですね 事務所がどこなのか、ね、そして、えー、自分のそもそも、えー、少々事務所でどういうものがあるのかあー、ね、あのどういったあ形が良いのか例えばあ自分は早期開業を望んでいるのかもしくはあ開業はそれほど強く考えてはいないんですとかあむしろこういった経験を積みたいんですという方にとってみると行くべき事務所っていうのがやっぱ違ってくるんですよ。 でえー、そういったところも組み取ってプロの目で「あなたに合った事務所はここです」というところを紹介してくれるというところなんですがであの少女事務所ってですね本当にボスのキャラクターだとかあ,であと扱う事務所の職務内容だとかによって、えー、あなたが入るべき事務所ここじゃなかったというね、えーまあ、いわゆるあなたにとっての当たり外れというものがあ強く出てくるところであったりするんです。な、え、な、ーねえー、なののででんんととく家かかからら近いいここの事務所とか選んでみたけれども、えー、自分は早期開業を考えている 全然そういったあねっ、えー、いうこともありますしまたその逆もありますね。早期会議を考えたいのに早期会議をしたいのにとてもじゃないけど一人でやっ,てきるやっていけるような経験を積めるような事務所じゃないとかねいう、えー、ところがあったりするので、えー、そこも含めて、えー、合格後自分があどういう方向に行きたいのかもしくはどういう方向によって 行っていいいのかもかもわらない、ねね、どういうメニューがあるのかもいまいちよくわかってないだとかあっていう方もですねあのそういったところで、えーまあ、アドバイザーという方がおりますので、えーまあ、あのこういったものを利用してみるといいんじゃないかなと思います。特にですねなかなか使用所事務所ってね一般の求人には出てこないんですよ。 えー、なので、えー、そういった資格者向けの求人で、であのー、ね安心してください、少女士合格者であれば、もうね、えー、あのー、あっちこっちの事務所から、もう来て来てと、モテモテ引く手余ったという状況にはなるんですが、ただ、そういった中においても、あなたにあった事務所はここですというところですね、あのー、ね、えー、ご紹介させていただきますというところと、あとですね、えー、特にですね、あのー、このね、えー、個別相談とありますが、でそれを含めて、えー、私は自分って将来的に、例えば1年後ぐらいに会議を考えているんですとか、あ3、4年た そういったあ皆さんの今後のライフプランに応じて、えーね、あなだったらこういう事務所がいいんじゃないですかとそしてまた自分は相続投機の経験をたくさん積みたいんですとか商業投機の経験をたくさん積みたいんですとかあもしくはゆくゆくは実家に帰って、えーね、開業しようと思っているんですとそういったあご自身の、ね、要望に応じて、えー、だったらこういう事務所がいいんじゃないですかとかそういった事務所のご紹介をさせていただくことができます。であの一般的にこういいっったエージェントっていくつかあで あるんですがあのー、そうですねこれ消費の求人に限ってことではないんですがまあ一応で、ね、あなたにあったとか言いながらあのー 司法書士業界ってですねあのいわゆる不動産取引これ俗に決済なんて言っていくんですが、えー、不動産決済、えー、その不動産取引の、まあ、いわゆる本契約の場と思ってください本契約の場には司法書士という資格を持った人が、えー、そこに行って、えー、で、あのーねえー、本人確認だとか、えー、そして、えー、契約の内容人物意思の確認って言っていくんですがそういったものをしていくこれこれが求められてるんですでここは資格者じゃないとやっちゃいけない業務っていうのはかなり厳格に決まってます でとなりますとそういった不動産取引を多くっ扱っているような司法書士事務所だととにかく司法書士合格者が欲しい、えー、決済要因ですねと、えー、いうところで、えー、決済を多数扱っているような事務所でもちろん、ね、決済事務所でもある程度使える経験はな、ね、はなるんですよで、えー、ただ、あのーそ,うですね、そういった大手のところだったりすると。 まあ、いわゆるね、えー、あなたに会ったとか言いながら、結局決済事務所に多くの合格者を送り込みたいがゆえにですね、えー、個別相談とか言いながら、あ、ここあなたに会った経験詰めますよとか、ね、えー、あのー、いう形でですね、えー、とにかく、えー、司法書士は決済やってる。確かに決済経験は必要なんですが、その決済はどこの事務所までやってます。 えというところで、あのーねえー、そういった、まああの、とにかく右も左もわからない、非横行合格者を捕まえて、決済事務所に送り込む、えー、そこの間、えーま、の手にかからないようにですね、あのーねえー、自分のお合格後のプラン、えー、どういった使用書士になりたいのかも踏まえて、合格後の道っていうのは選んでいった方が良いと思うので、えーね、あのそこは冷静に判断してみるといいんじゃないかなと思います。えー、もちろん、えー、合格後のそういったね、あのいろんなあ、ね、場には顔を出してみること、それは合格者のどこの、 同期横のつながりを作るといった意味においてもいろんな場に祝賀会なりいろんな場に顔を出していただきたいんですが、えー、こと、就職に関してはあのそこはご自身のこのライ,ブライフプランを考えてですね、えー、あの冷静に判断された方がいいのではないかなと思います。ということで ですね、あのそういったあ、ね、あの事務所で,です、ね、あの決済経験こそ必要なんですよただ決済経験もおどの事務所でも積めたりはしますし、えーねえー、決済の経験も積みたいけれども相続登記、まあ、しかも、ね、相続登記あの、ねえー、需要的には経験値としては大きいと思うのでそういったところもお半分ぐらい積みたいんだということであれば決済ばっかりの事務所に入ってしまうとなかなか相続登記の経験積めなくはないんですがほんの一握りと。 決済事務所でも相続登記の経験詰めますよとか言われると、えーねあのーね、たくさん詰めると思っちゃうと入ったはいいけれども、ねえーまあ、相続した物件を売却する際の前提な簡単な相続登記ぐらいだけだったら詰めたけどと相続のいろんな案件の経験詰めたい、えー、といったケースであれば相続登記を多くやってる事務所これをご紹介したもらった方が良いでしょうし。 というところでご自身のニーズに合ったお仕事紹介もしくは相談会だとか実施しておりますのでぜひですねそういったところも利用してみてください。あと、ですねあのオブ書類の作成サポートとかありますけれどもあの、ね、一般の求人とはちょっと違ってきますのでそういったところです、ね、エントリーシートの書き方だとかそういったところもとにかく少女事務所の就職あれこれについてですねああのまあ ね、あの担当者がそこに相談に応じてくれますので、えー、ぜひそういった機会は利用してなんぼだと思いますので、えー、あの利用してみてください。で、あとこのプロキャリアなんですけれどもあの、ぜひですね,あのね、詳細知りたい方はホームページ、えーあの、下の概要欄の方にリンク貼っておきますので、えー、そちらのホームページ、ないしは、あーね、あのホームページ、ないしはあの電話ですね、あのこちら、えー、電話あ、直接電話でお問い合わせも、えー、いただくことも可能なので、あのまずはあ、司法書士事務所、ねあの、例えば、 今お勤めされててまだあのどのぐらいの時期に会社辞めるかっての考えていないだとかもしくはね受かったからにはもう辞めるぞということ決まってるのであればそこも含めてね合格後の道の進み方そのねまず初めの一歩これはですねそういったあのね事務所選び事務所選びをするにしてもどういう選び方なのかぜひホームページ見てみてください。ででああののぜひすねね皆さん合格後本に貴重な 合格者の皆さんのでで業皆んん誕生待ち望んでおりましたただ、そこの一歩を間違わないようにするためにですね、ぜひですね、吟味して事務所を選びされてみてはいかがでしょうか。それではですね、皆さんあの、ね、これまで本当に頑張ってきたご自身の努力、これをご自身でもしくは周りの方に褒めてもらいつつですね、あのねその先、ぜひ司法書士として輝かしい未来、これを、ね、歩んでいかれること とお祈りしております。それではあ頑張ってください。